それじゃあ、ホルモンの例として、教科書の初めに出てくる、チロキシンについて学んでみようね。チロキシンってホルモンはどんなホルモンかっていうと、代謝を促進させるホルモンだね。また人以外では、変態も促進させます。変態っていうのは、オタマジャクシがカエルになることね。変態っていうよ、ね。変態。変態も促進させます。で、どんな風に分泌されるか、チロキシンが分泌されるかっていうと、一番偉い大元は、官能の視床下部です。もう一番偉い社長みたいな。これ脳の一部ね。脳の一部。僕ら脳っていうと大脳しかイメージしないと思うけど、脳っていっぱいいろんな部位があって、その中の一つが官脳。その中の視床下部っていう場所ね。ここが命令を出すんですよ。どんな命令かっていうと、放出ホルモンっていう形で命令を出すの。誰に命令を出すのかっていうと、脳下垂体前葉って場所に命令を出すのね。脳下垂体前葉、官能の視床下部のすぐ下にあるんですよ。脳下垂体前葉っていう場所で、さらにこの脳下垂体前葉が甲状腺刺激ホルモンってホルモンを出して甲状腺を刺激するのね。これまさに甲状腺を刺激するホルモンって意味ね。で、甲状腺はチロキシンを分泌して全身に代謝を促進しなさいっていうメッセージを送るのね。だけど、これさ、代謝促進っつったってさ、もちろんこれ行き過ぎたらこれ病気なんだよ。と、代謝促進って言ったって、チロキシン過剰分泌の疾患もあるけど、やっぱりちょうどいい具合に抑えなきゃいけないんですよ、このチロキシンの働きも。ずっと代謝が促進すればするほどいいってわけではないんだよね。ある程度のところで、例えばエネルギーの無駄遣いを減らすためだとかね、ある程度のところでちょうどいい具合にチロキシンの濃度を保たなきゃいけない、ね、つまり、そのバランスを保つってことが甲状腺のキーワードだったよね。だからこのチロキシンっていうのは、面白い挙動を示して、チロキシンはもちろん全身の細胞に代謝を促進させるっていう命令をすると同時に、自分の上司である官能視床下部や脳下垂体前葉に対して放出ホルモン、甲状腺刺激ホルモンの抑制を命令するのね。これ面白いよね。これなんていうか、結果が原因に立ち返って抑制するの。でもこれってすごくスマートな仕組みじゃない？チロキシンがあればあるほど、もうね、もう俺出てるから、もう俺分泌されてっから、そんな放出ホルモンとか甲状腺刺激ホルモン出すんじゃねえよっていう、うまい具合に甲状腺の、なんていうか、チロキシンの濃度をうまい具合にこう一定に保つ、チロキシンがもうドバドバに出ないようにするっていう、うまい仕組みだよね。チロキシン自身が脳下垂体前葉や官能視床下部に働きかけて、ホルモンの分泌を抑制する。こんなふうな仕組みを、これね、生体内でものすごくありふれた現象だけど、
負の フィードバック作用って言いますよ。逆にね、こんな風に結果、これ結果が原因を抑制する場合を負のフィードバック作用といって、これね、実はね、結果が原因を促進する場合もあるんだけど、それは正のフィードバック作用って呼ばれるね。だけどね、普通ホルモンは負のフィードバック作用によって調節されてるからね。いい？なんていうか、みんなもさ、なんていうかさ、例えば、なんていうか、ね、あんまりいい例えじゃないかもしれないけどさ、こう、彼女が寂しいわって、自分にさ、ね、彼女が寂しいわって言ってきた。ね、そしたら、例えばね、じゃあ分かったと。ね、そんなに寂しいんだったら、じゃあ1日100回電話してあげるよってね、彼女に対して、こう1日100回電話する。ね。そしたら、その1日100回電話するっていう行為はさ、彼女に負のフィードバックを、こう、なんていうか、彼女に、負のフィードバック、彼女への負のフィードバックとして働いて、彼女は寂しいアピールをちょっと減らすよね。ちょって、何それって。ちょっと何それって。ちょっと引いちゃうよね。そしたらさ、なんていうか、電話の回数も、彼女の寂しいアピールが減ったってことは、電話の回数も減っていくよね。寂しいよって、分かった、じゃあ100回電話するよって。負のフィードバック作用が起きて、この寂しいアピールはこれ減っていくよね。そしたらね、1日1回ぐらいのちょうどいい電話になるんじゃないかなね。負のフィードバックっていう、この、もちろんね、チロキシンっていう名称も問われるし、その働きが代謝を促進、変態を促進ってことも問われるんだけど、この負のフィードバック作用っていう作用もしっかり押さえておこうね。